わらを敷かないといけないんでしょ、はい、わらを敷かないとスイカのついた土についた部分が腐っていく、はい、でなんでなんかゴロゴロ転がすって決めたかった、日光に当てないと下の面がぐちゃってなる、ある程度下によってのちょっと転がして、で藁を敷いてたらダメージも少ない、はい、であのないと強風吹いた時にこれがわさーって動いちゃう、あなるほどね、らしいので、はい、でも藁もバーって飛んでいく、俺もちょっと俺藁が飛んでっていいよって思う論争かでちょうど田植えっていう稲刈りシーズン、はい、麦畑稲刈りしてあって、はい、パクろうと思ってます、もしもらってますこっちの人にも許可もらったし、はい、こっちの人にも許可もらったから、はい、一番近いあれをもらおうか、はい、じゃあその前に、はい、また雑草が、そうですね、たった1週間で、はい、もうこんなのがちょこちょこ入ってきてますもんね、マイク草むしってからまだ1週間しか塗ってないのに、はい、こんな状態なので、はい、ちょっと大きめのをざっと取って、うん、わら敷きますか、はい、じゃあ草むし開始、草むしなんですねライフとか雑草の葉よし、ね、負けたね、サボってますよ、違うサボっ、違うの、もうや、違う、また違うお、ロンソーかスイカ収穫したら持って行って、あゆつきのとこ持っていきましょうか、おいいね、冷やしながら食べて、隣のおばちゃんにもあげよう、うん、わらもらったけすごい、なんかこれキランバッチなかったっけな、スイカ切りましたよ、だよ、あ、サンキュー忘れとったよ、だいぶ前に切りましたよ、絶対おいどん農業しようっすありがとう、調べてからねただね、だいたい5個4枚か5枚つるが出たら切らんとでしょ、うーん、もう7、8本出ただいたいで切ったね、かぼちゃでしょ、カボチャ食いたいなぁ、じゃあ、もうちょっと組み合わせ児玉さんが 大切に大切に取ってたやつ、あ何も言わずに抜きましたね、昨日俺も抜くの賛成邪魔やもん、後で抜こうって思いよったわけですカボチャのお化けに追われる、しかも、すぐ引っかけたさあ、もうちょっとで終わるよ、はい、これね、ゆらさん、こうしたらね、いっぱいあるまあやね、そうだ、まだちゃんと芋、ほら、芋が、うん、これ芋よ、ああ、みなさん、はい、みなさん、かま芋残したああ、もう芋残すぎ、でくもんねあ、これも芋、これも芋なんかこの場所でかまいるんですか確かに意気揚々と持ってきたらかまポイントが見つからんとですけど芋残したらかまがあったら取れとった完了でいいかな、はい、じゃあわら敷きしますか、はい、菅原さん、俺らは草見つけたやつを集めますか、いやです、ほらじゃあわら持ってくるよ、断られよ、もう児玉